東京都内の解体工事現場から砲弾1発が見つかりました。警視庁によりますと、午後1時半ごろ、東京板橋区の解体工事現場で砲弾らしきものが見つかったと110番通報がありました。自衛隊の不発弾処理部隊が確認したところ、直径15センチ、長さ30センチの信管のない砲弾でした。周辺の道路を封鎖するなどして1時間半ほどで回収されました。現場は旧陸軍の施設があった場所で、3月にも砲弾など3発が見つかっています。